皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日はケイトヨッシーさんの企画された1画面10秒スピードラン、こちらに応募してくださったコースの中から見事入選されたコースの発表をさせていただきたいと思います。今回の賞なんですけれども、まずヨッシー賞、くるくる賞、まあ私とヨッシーさんですね、それぞれがいいと思ったコース、まあ特徴があるとか難易度が優しいとか、そういったものでまずそれぞれ一つずつ、それとケイトクール賞っていうのを二つ、私とケイトさん二人ともがこのコースは素晴らしいと思った賞ですね。合計四つの賞、わかりにくいかな、ケイトさんがいいなと思ったコースをまずヨッシー賞、私がいいなと思ったコースをくるくる賞、私とケイトさん2人ともがいいなと思った賞をケイトクール賞で、このケイトクール賞っていうのを2つですね、入賞させていただくことになりました。早速発表させていただきたいと思います。まずはくるくる賞、蚊取り線香10秒スピラン、ブーン、草花さん入賞おめでとうございます。まあ、くるくる賞っていうことなんですけどね、まずコースからして蚊取り線香なんで本当にくるくるしております。早速遊んでいきたいと思います。草花さん、蚊取り線香10秒スピラン、ブーン。この蚊の音はすっごい嫌なんだけどね。てか私もう一度ね、全部のコースをクリアはしているんで、クリア方法は分かっているんですけど、それでもこのコースをクリアするのが難しいというか、ハマりまくっております。このコースはね、本当に難しかった。それでもね、応募していただいたコースの中には無理だろうっていうようなコースもいくつかあったんで、それに比べればはるかに楽かな。でしかもこのコースはガバがあるらしいんですけれども、それでも入賞してるということはそれだけの良さがあるんですよ。でここなんだけど、多分ねこっちに行けちゃうの。よいしょ、こうやって行けちゃうんですよ。だけどこれは正しい行き方じゃないんで、正規の方法でクリアしていきたいと思います。よいしょ、間に合って間に合って間に合って、あーほら、これでも間に合わないこのギリギリ感。これよし、結構ね喋りながらやってるとクリアできないぐらいの難易度でございます。最後の顔を連続で草で突っ切って倒していくところ、これからの夏の季節に向けて爽快になってください。蚊取り線香10秒スピラン、ブーン、草花さんのコースくるくる賞でした。ありおめでとうございます。それでは次のコースを発表していきたいと思います。お待たせいたしました。次はケイトヨッシーさんがいいなと思ったコース、ケイトさん企画10秒スピードラン、こちらのコースがヨッシー賞に選ばれました。おめでとうございます。ニンニク芋けんぴさんですね。こちらではフードニンニクさんって書いてあるんですが、ニンニク芋けんぴさんというお名前らしいです。それでは早速遊んでいくで。こちらのコースが選ばれた理由はですね、とにかく優しくて誰でも気軽にプレイできるっていうことでケイトさんが選ばれたようでございますが、なんか私ミスしちゃったかな、大丈夫かな、間に合った。でも結構ぐだっちゃったからもう一回言っておきましょうかね。これだけぐだってもクリアできるぐらいの優しい難易度でございました。もう一回今度つまらずにちょっと挑戦してみたいと思います。おい、ここのバネで気をつければ、あと音符も気をつければもっと速いタイムを狙えるんじゃないかな。これでどういう、あ、詰まった、畜生め、ここは詰まっちゃ格好悪いからな。おい、どうよどうよどうよ、さっきよりはちょっと速いでしょ、うん、ちょっと速いはず。よいしょ、お邪魔しますお邪魔しますしますってなんだよ。ゴール、3秒残してクリアできるんで、10秒スピランのコースとしてはかなり優しめだと思います。まあ、どんな人がやっても、まあ、クリアできるであろう難易度のスピラン10秒1画面、
そんなものが全部詰め込まれているコースですね。ケイトさん企画10秒スピードラン、ニンニク芋けんぴさんでした。入賞おめでとうございます。それでは次のコースを遊んでいくで。はい、お待たせいたしました。お次の入賞コースの発表になります。ここからは私もケイトさんもそれぞれが素晴らしいと思ったコースになっております。まず最初、クール賞、超お手軽スピラン、ベイさん、入賞おめでとうございます。こちらのコースなんですがね、先ほどの、コースよりも少し難易度は高めなんですけれども、オーソドックスな、まあ誰でも楽しめるスピランコースとなっております。早速遊んでいきましょう。クリア率 8.45% ありますので、まあ1画面のスピランが苦手っていう人でも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。でも私はこうやって詰まっていくスタイルで、これがいつものクルクルクールクオリティですね。ここでパウブロックを叩いて鍵を取って戻って、そしたらボム兵を叩いて鍵扉に入ってっていうのを繰り返していくコースになります。多分もう一回やればクリアできるんじゃないかなと思ったら失敗していくね。いくよ、ほい、くるくるくる、スピンして戻って、お邪魔します。1回目、2回目はボム兵叩いて鍵次の扉にお邪魔しましょう。3回目はキノコを取ってヒットラック、これで間に合えばゴール。いかがでしたでしょうか。まあ、先ほどのねオープニングでも言わせていただいたんですけれども、誰でも楽しめるスピードランコース、まあ難易度的にはやっぱりこのぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますね。ベイさんのコース、どちらも楽しいコースを作ってらっしゃいますので、興味のある方ぜひ皆さん遊んでみてください。それでは次のコースの発表をさせていただきます。お待たせいたしました。今回の企画最後の入賞コースはこちら、 SKG ゲスの極みさん、送っていただいた方では世界平和さんというお名前になってましたね。お名前が全然違いますね。世界平和ゲスの極み、初心者も簡単で気軽に楽しめる爽快1画面10秒スピードラン。こちらのコースはクリア率が 12%、 ベストクリアタイム9秒1。早速遊んでいきましょう。まずはやっぱりこちらもオーソドックスな死に方をしていきます。死に方を紹介するのも変かな。3段ジャンプしたらこうやって1回ぐらいは詰まって作った方の思いを感じてあげましょう。次は詰まらないよ。今ブブってなったのはなんでだろう。バネでダッシュして始めちゃうといけないのかな。1、2の3クリア、 OK、 いいですか。スムーズに赤コインを回収していきましょう。よいしょ。まずね、一番最初スピランではよく使われるバネダッシュの手法を使ってしまうと、頭の上にあるコインを取ってしまってコインがなくなってしまうんですね。そうすると赤扉から出てきた後にバネが落ちてきて道を塞がれてしまうんですよ。そのせいでタイムがなくなってクリアできなくなってしまうと、そういう仕掛けになっているみたいですね。ここです。ほい、お邪魔しましょう。ガー、マリオタイム。初心者も簡単で気軽に楽しめる爽快1画面10秒スピードラン、 SKG ゲスの極み世界平和さんのコースでした。ありがとうございます。今回のケイトヨッシーさんの1画面10秒スピランコース入賞作品の発表はこちらで終わりになります。送っていただいたコースはケイトさんのキャスの中に一覧が貼ってありますので、皆さんよろしければそちらからぜひご覧になって遊びに行ってみてください。難しいコースから優しいコースまでよりどりみどりですね。もう私たちがクリアできなかったような難関コースまでありますので、腕に自信のある方はぜひ遊んでみてください。それでは今回はこちらで終わりにさせていただきたいと思います。入賞された皆さん本当におめでとうございます。それでは次回はあなたのコースに
くるくるくる、バイバイ。